キスシーン。きたー。ふぅ、M修行中だってのにはしたない。あ、サラダ。ふぅ、あちしほどのレディなら何着ても似合っちゃうのよね。バルさんとキスシーンがあるって聞いたからさ。頼まれちゃう断れないでしょ。じゃ、応援してるからね。しゃー、トマル様とのパーフェクトキス決めてやる。何ビビってんだアチシ。リラックスして、大普段のチョウチョウちゃんでいいんだからさ。メイクさん、唇のたかり抑えて。はい。メイクやたら入れたがるしね。キスし、うちは準備万端なんですけど。はい、本番。君を離さない。はい。心臓破裂する。バカお前。止めて。どこだったんですけど。ピンはなしにしよう。そういうわけだからごめんね。別の現場では頼みますよ。何してくれちゃってんのよ。随分とでかい穴。周りに主演二人には一切被害はないすぎる気がするんだよな。現状はまだなんとも。里にも情報はないらしい。この穴の位置、外部との最短ルートだな。場合によっちゃ下人に任せられる任務じゃない。蝶々ちゃんがついていてくれるなら心強いな。こんなの任務だ。こんな卑怯な妨害で邪魔されちゃたまらない。最高のものにするんだから。私たちの愛は永遠に輝き続ける。愛は輝き続けているんだ。ドラマだっての忘れちゃいそう。アイカット。いや、今日も最高だったよ、トマルくん。猫ってどういう意味ですか。教えてあげたら。までご苦労様、あとは任せてね。修行はいい機会だと思って。これもステップアップのチャンスね。アシナさんって性格はあれだけど結構ひたむきなとこもあるんだ。んこんなに美味しそうなのに。ほど好きなの。一応は隠してるつもりなんだ。ああ、手が勝手に。美味しそうだね。泡天望さんだな。僕ももらっちゃおうかな。あ、余計なお世話だっての。人間ってなんだか面白いね。長長、ここは俺たちに任せて。お前はトマルさんを。了解。こんな護衛までさせちゃってごめんね。なんで素直になれないのよ。もう行ったみたいだよ。やばい、近い。念のためもう少し隠。蝶々ちゃんは僕の護衛でしょ。ああ、ここにいたんだ。ファンの人たちはみんな出てったって。なんでもないけど。蝶々？蝶々、大丈夫？何が？トマルさんのこと。そんなことないっしょ。そんなことあるよ。私だってトマル様から離れるわけにはいかない。が、持ってきてくれる？はい、じゃあね。やっぱり思った通りだ。ラストシーンの読み合わせを手伝ってほしくて。蝶々ちゃんにぴったりじゃないかって。僕たちの結果さ。心の確かめ方は前に聞いたわ。今こそ確かめたいの。瞳と唇で僕と結婚してほしい。はい。まあいや、2人は見つめ合った後キスで本当の愛を確かめ合うんだけど。いや、自信。キスを決めたらムーン先を一緒に。ここに衣装を取りに行くってアシナさんに言われ。うわー、せっかくの。それ私の衣装じゃない。どうなってんのよ。ここは中で話すからさ。事情？心を邪魔してくれちゃったな、この役割説明が。邪魔しないでもらえるかと。何の関係も。私の衣装を持ち出さないでくれ。あの子、君とは違って中身のいい子なんだよね。あなたのおつむは女を外見だけで選ぶ単純構造だと思う。ではすぐにサインを書いて、それ以外は散々で。僕のことが好きなの必死に隠しちゃってさ。そこがまた可愛いんだよね。やっぱりちょっと変だね。ああ、今って任務中のはずだよ。ちゃくちゃうっさいっての。やめ。いい加減にしろよ。私の結婚を邪魔しようってんの。だからね、指輪なくしたら承知しないと。持ってくって、ただの小道具じゃないか。蝶々。ピンみてえだな。バカ、これアシナさんの衣装だよ。これどういうこと。ごめんな。ちょっと
あの女どこ行ったのよ。またアシナのやつがギャーギャー騒いでるのか。一つ聞いていいかな。蝶ちゃんに指輪を預けたはずなんだけど、どこ行っちゃったのかな。蝶どうすんのよ。あんたどこまで撮影を台無しにすれば気が済むわけ。それはですね。ああ、ありがとう。でもサインなら後でね。これから大事な撮影がある。はっきり言うよ、君みたいな太った子は好みじゃないんだ。あんたね、どうして、どうすんのよ。なんであんなやつを。あちしたちの任務、ナイトを守ることだから。ごめんなさい、アシナさんを困らせるつもりはなかったんです。ごめんで済むわけない、大事なドラマなんだから。ごめんなさい。